はい今動いてますよはい、はいえー、ではですねテープ回ります えー、それではですね、えー、この後ですね、えー、ジングル流しましてスタートいたします。はい、お願いします。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。 平この「ハッピーサトデーナイト」。 水曜中が涙皆様こんばんは。那覇市議会議員の平里子です。毎日暑い日が続いております。けれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。7月23日の土曜日夜7時から56分間、今夜も皆様のハッピー、ぜひ一緒に作っていきたいと思っております。今夜もよろしくお願いいたします。それでは制作秘書の kc さん、こんばんは。 こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやなんか気がつくと、はい、もう7月23日ということで、うん、あっという間にね夏にも来て、はいえー、もうこの一年の半分は過ぎたんだなという、はい、<laughs> 感じがしますけれども、ね、時期的にはね子供たちは夏休みですか、ね、そうですね。夏休みに入りましたね。えー、あの本当に楽しい。 コロナの感染者が今、増えておりまして高山義弘先生も、ま、毎年、ね、あの分析して、うんえーま、警鐘を鳴らされておりますけれどもどうしてもあのこここのコロナの,、はい、おこの数年のお傾向としては夏に感染者がまた増えるということなんですよね、まあ、お盆があったりとか夏休みがあったりイベントがあったり。 活活動が活発になるととということとどうしても沖縄は暑いから、まあ、クーラーをかけることで、まあ、換気が悪くなってしまうということもあってもともと風がね流行りやすいのも沖縄は夏っていうこともあるのでねインフルエンザ、はいえー、皆様もぜひですね、まあ、あのコロナだけじゃなくてねもうあの熱中症も含めてね体調管理難しい時期ではありますけれども おね、楽しく子どもたちも元気に過ごしてもらいたいなと思いますね。さあ、それでは、じゃあ、今夜のゲストさんでございますけれども、はいこの方はもしかしたらね、うんうん、体調管理というか、いや本当にね、私、日ね、うんはい、あのこの FM 那覇に登場されて。 ゲストさんがね、はい、一気に心がぱッと明るくなって、まあ、まさにひまわりのような人だなと思いました。はい、はい、今日皆様に元気を届けていただけると思います。では、えー、あ行きましょうか。はい、それではこの番組は、えー、ゲストさんに自己紹介形式でお願いしております。お願いします。はい、えっ、ー、と私。 えー、沖縄県内で俳優でをやっております<ん>、えー、劇団シアターテンカンパニー所属の玉那波正樹と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますちなみにですが、えー、ニックネーム<ん>マッキーでやってもらってますはいマッキーマッキーさんよろしくお願いします、はい、ーよろしくお願いします,ししますやっぱりねあのねえー、やっぱ役者さんですね。 声が通ってますねいややっぱりねこの発声がまずはね、はい、素晴らしいですね、はい、劇団シアターテンカンパニーの、はい、ーまさにアクターで心身経営でね、はい、ご活躍の玉那覇まさきさんを今夜のゲストにお招きいたしまして、えー、じっくりいろいろ活動をお伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はいえー、それではですね、えー、この後、えー、いよいよトーク開始でございますが それではちょっとこちらをお聴きくださいどうぞ。 改めまして今夜のゲスト劇団シアターテンシアターテンシアターテンカンパニーの俳優をしてご活躍しております玉那覇正樹さんマッキーさんにお越しいただきましてはいお話じっくり伺いたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますちょっとね噛んじゃったんだけど劇団シアターテンカンパニーの代表の田原正幸さんは 過去にこの番組にも2回ご出演いただきまして本当に素敵な方でね <laughs> 私もとっても大好きなんですけれどもどうなんですか監督として指導されて。 てるわけですよね。マッキーさんたちをそ、ね。そうですね。あ,あの怖いんです。どうななんかかっこいいですよね。なんか雰囲気があって、ね。なんかこう演劇のえっ、ー、とまあ演出いわゆる映画だとかだとうん、うん、映画監督みたいな立場。 なんかあのちょっとあの怖いイメージがあったりだとかあの一昔前だと灰皿投げるぞみたいなそういうイメージがあったりはするんですけれどももううちの代表はものすごく穏やかで穏やかで穏やかでほとんど怒る姿見たことないですね、はい、そうですねあ。じゃあやっぱり普段見せるあの雰囲気と同じなんですね。の,指導の演出も含めてうんうん、うん そうですねニコニコしてて穏やかでなんか優しい感じってことですかねあの,あの大丈夫ですかこれなんかあの別にねタハさんが聞いてるからとかあのちゃんとそう言えって言われてないんですか <laughs> <laughs> そんなそんなことないですよ、ねね、まあちなみにそんな田原さんはね若い頃あの別の演出家さんに、はい、あの まあ当時ですよ当時ね以前の話なんですけど、はい、スリッパ投げられたって、えー、ああやっぱりあの時代はねそう,そういうのがあったかもしれませんよね。ちょっとね血気盛んな、ね、演出家さんがいてね<ー>やっぱそのねどうしてもそういう体,力体,力体育会系っていうんですかねそういう雰囲気があったのかなっていう。 あのですね、まあ、今日はですねそんなね玉野澤将さんマッキーさんをね、はい、お招きいたしまして一応、まあ、テーマをちょっとね作らせていただきました、うん、題しまして「新進気鋭のアクター玉野澤将暉町は大きな舞台だ!」ということでございまして、はいまあ、この番組ねあの里子さんね、まあまあ「ハッピー里でないとイト」は、まあ、基本、まあね、ハッピーな町づくりをね作ろうじゃないか、うん、ハッピーな町づくりを向けてね いろいろやっていこうじゃないかってことなんですけどもそうなんですよでやっぱねあの、まあ、このあと出てくるんですけどあの、まあね、この間、ねえー、上映されました「あのえー、ごちゃまぜミュージカル」はい、やっぱあれもそう通ずるものがあるんですけど希望の街、ね、やっぱりね街っていうのはやっぱ大きなこのお芝居なんだなと、うん、主人公、うんみんね、もみんな一人一人が主人公,がいて主人公で舞台、ね、そうそうそうでう、ね、いろんなドラマがあったりね。そ、うん、そうそう <で>演出家でありアクターであったり一人一人,人がね。って考えると面白いですよね。のねまあ、あのそれにちちょっとまあ、ね、ちなんであのこういういタイトルをつけてみましたあですねあの、まあ、まずですね、えー、マッキーさんあの、まあ、今年ね、えー、上半期、まあ、本当にまあ、ね、そ大活躍でございますけども <laughs> 先日ねその 先ほどのこちらまでミュージカル希望の街もありましてそのあとまたね先々週ですか7月の初めにはねスタンドアップコメディアンの全次郎さんとなんとマッキーさんとね一番錦さん劇団のと全次郎さん3人だけでなんと言ったでしょうあれはスタンドアップコメディのそのまあまあええ。 企画公演みたいな感じですかねうん、うん、お笑いと、はい えーと演劇をちょっとコラボレーションしたような企画をちょっとやってみようかっていうのであれはあれその時はマッキーさんは自らこやってみたいと思ったんですかあーそうですね一応興味はあったんですけれども、はい、やっぱこの代表の田原がこういう面白いあのうちの代表が面白いのが好きでいろんなのをこうやろうってするすごいあの熱意がすごい 方なんですけれどもこういう善次郎さんっていうお笑いスタンドアップコメディやってる人と演劇をコラボレーションさせてちょっと企画をやりたいとで出ないかっていうことだったのでもう是非ということでとっても興味がありますみたいな感じであのね一日2回公演でねえ本当に頑張ってましてどうでした もうすごい緊張しましまたねあの<あ>やっぱりお笑いと演劇はもう全然やっぱ違うところがあって <laughs>、うん、あのなんだろうあのちょっと漫才のようなものを善、うんえっと、次郎さんのスタンダアップコメディの前に、うんえっと、僕が、えっと、台本を書いて、うん、ちょっと披露するというか、うん、やってみたんですけれどももうなんかあの間だったり、あのー、話の感じだったり。 えっと、ちょっとお客さんに向けて喋るところだとかっていう,うん、うん、ちょっとずつやっぱり演劇と違うところもあってう普段と全然違うので同じ台本を覚えてあのる っていうここは同じだと思うんですけど、お笑いも演劇も、でもそこからが全然違うくて。すごい緊張しました。ああ、でも勉強になりますよね。とっても勉強になりましたね。そういうコラボレーションってとても素晴らしいですね。そうなんですよ。ただ、まあ、あの、楽しく。あの、できましたので、すごい良かったかなと。はい。ね、あの、もしかしたらですよ。もしかしたら、今回好評だったので。また、あの。 もしかしたら年末とかいいと思いますよ。全樹田さんと、うん、シアター店でね、はい、機会があればもうどんどんやりたいなと思ってますので、ぜひぜひぜひね、またそんなね、またまあ今回そのお芝居あえっ、ー、とね、スタンダードアップコメディアンの全樹田さんとのコラボもありまして、はい、でまたね、まあ先ほど話しました、えー、ね、こちらまずミュージカル希望な街もありましたね。うん、もうこれがもう本当にね、大えっ、ー、と。えー もうね制作から本当に1年以上かけてじっくりとね、うん、作ってね実はこちらにいらっしゃる平里子さんもね出られまして、はい、いや本当にどうなるかと思いましたね <laughs> あの最後までどうなるのかなと思ってましたけど、ねはいうん、最初の頃はねうん,うん。うんあの シナリオなんんかももちろ市民の皆さん,ん、ね、みんなで作り上げていくっていうのが、まあ、コンセプトで始めてうん、うん、で本当どうなるんだろうっていうところから、はい、あとはねもうあの宝由香さんの世界的ねアクターに指導いただいて田原正之代表にも演出いただいて、うんね、監督頂い,いてっていうことでもうすごい面々で後半はね、はい、もう本当に毎週うん、うん、<laughs> 演劇練習を を仕込みえー、やってましたけれども。はい もうすぐあの本当どうなるのかなと思いましたが、すごいまずね二階公演でお客様の数がね、もうびっくりしましたね本当にありがたかったですね。で皆さん感動していただいてね、だからもうありがたい機会だったなって思ってます。その中であのマッキーさんたちがね、あの本当にずっと一年間あのサポートを丁寧にいろいろあのしていただいてね本当にありがたかったですよこの場を借りたしまして本当に。 <laughs> しまますすありがとうございシアター展の皆様にはね本当にアクターの皆さん方はねもうずっとサポートしていただいてう僕らもあのこうやって1年間、えー、とこう市民の方々と一緒になってお芝居を作るっていうことが、うんうん、あんまりない多くはないんですね。うん、なので僕らにとってですよねもう皆さんプロだからね、はい、あの聞いていいですか 劇見たことあるんですけど、はい、例えばえー、っとあれだったら30分ぐらいだったかな。はい、うん、あのお客さんによって、えっとその時のシナリオが変わるというパターンのものを見たんですよ。<laughs> はい、うん、例えばああいうものって、はい、どのくらいの練習期間練習っていうんですか？うん。うんうん やっぱあの作品によっても全然変わってはくるんですけれどもえとうちの劇団は最近だと,えと30回の稽古を目安に作ってたりしますね。っていうふうにしてそれを30回とかえとまあ稽古自体は3か月間。 週に2回か3回その3時間ぐらいの、うん、え3か月間でとかっていうふうにやって本番までの、えー、とスケジューリングして、うん、え何日でじゃあ仕上げていこうみたいな感じで、ねはい、作ることが最近は多いですかね。 そもそも聞いていいですか、ケイシーさん。はいはい、私ね、マッキーさん、あの修理工校の後輩なんですけど、あの今日わかったんですが、はい、あ、後輩なんだと思って、うん、って急に急にあの身近に感じたっていうね。<laughs> そうですね、本当に僕も <laughs> 感じなんですけど、うん、い色ろ々いろね伺いたい。修理工生の時からなんかこういう劇とかって興味があったの？そうですね、あのまあ高校に入る時にちょっと演劇部に入ろうかなって。 っていう思いがあったので<ー>その頃からちょっと意識はしていたて高校に入ったらってことも中学生の頃からってことそうですね<ー>そうなんですよきっかけは何だったんだろうじゃあ本当に子供の頃から <laughs> はい 興味が子どもの子供の時からずっとテレビが大好きで「テレビっ子」っていう時でもずっとテレビ見ていてでちょっとお笑いが好きだったので「お笑い芸人さんになるぞ」っつって「テレビ出るぞ」っていうのが発端なんですけれどもやっぱあのこうクラスメートとかでとっても面白い子とかがいて。 あとテレビ番組で体当たり系のお笑い芸人さんがいたりするじゃないですか熱い湯船に入るだとかちょっときつそうだなと思って特にあのところはね少し前のほので他にじゃあテレビに出る方法はないかと。テレビに出たいっていうのがやっぱり何かあったのね。 お思って<で>俳優になりたいなっていうのがきっかけというかあすごいねでもね、うん、素晴らしいテレビに出たいっていうこの動機っていうこのね <laughs> 思いすごいですね私なんかできるだけ出たくない <laughs> 隠れて生きていたいっていうのがそういうね,あ,の本ねあ,ありますよねそれではい じゃあ高校時代は、高<校>劇のなんか主人公ありましたっけ、えっと？そうなんです、演劇部が一応部がはいあったんですけれども、実はその僕が入学した当時演劇部が四五人しかいない感じで全員女性の先輩方っていうのがあって、うん、ちょっと。 独り身で入りづらいなと思って <laughs>、まある意味宝塚でですすねね <laughs> そうですよねで実は中学生の時にバンドしてたんですね中学校1年生から、うん、ので高校の時もそのまま軽音楽部に入ってうん、うん、えドラムをやってて。うん はい、で中高ずっとバンドああバンド活動をして,ド,をしてあドラムもできるんだ、うん、そうなんですよちょっとだけですけど<ー>はい<敵>で高校卒業してからあのお芝居学べる学校に入ろう、はい、ということで本格的にはいそうなんですよであのこの,このスタジオからすぐそこにあるはい、はい、あヒューマンアカデミーはい の那覇校っていうところで、えっと、演劇学んで、はい、まあそこで講師していたのが代表だったっていう<ー>そうなんですよ。でこの代表の、まあ、今の劇団この芝居見に行った時に、はい、もうすごい「なんだこれは!」っていう感動を覚えて、うんうん、でちょっとこの劇団でやってるような芝居一緒にやりたいということで入団したっていう。 あ、ね、入団した、はい、シアーターテインカンパニーは今、何名ぐらいのこの俳優さんがいらっしゃるんですか。今十名弱ですかね。なんかフル活動してるってイメージがありますよね。<laughs> <う>俳優さんみんなね。うん、あ、そうで,すね、でも、やっぱり最初に、この、ほら、誰でも入団できるわけじゃないでしょうそうですね。うんうん、あの、やっぱ、こう、なんだろう。プロとして、やっぱ、演劇、俳優をやっていくためには、ね、あの。 その分の分やっぱのそういうのをこういろんな例えばこの「ごちゃまぜ」ミュージカルで関わった人たちとか、うん、こういうなんか関わりがあった中でその人のことを知って「あこの方だったら、えっと、うちの劇団にも会うんじゃないかな」とかっていうのと「この劇団に入りたいです」って言った人たちをこうなんだろう入団。 いうかできるようになってるというか、うん、あのだからえといつでも入団劇団募集中ではあるんですけれども単発のこう連絡だけでじゃあすぐ入団っていうわけにはまあいかない、うん、っていう感じでいいですね。 あの私がですね冒頭マッキーさんを最初に今日見た時にあなんてひまわりのような運気のあるっていうか明るい方なんだ、うん、人の心をパッと明るくする方なんだって思っていったのは <laughs>、はい、あのリスナーさんには、ね、見えないかとお伝えしたいのは、うん、マッキーさんは真っ黄色なんですよ。<う>髪の毛も真っ金の。で今日も T シャツが黄色でね。 あのうん、黄色そうなんですよ、うん、これちょっと実は、うん、あの僕が入団して2年目ぐらいに、うん、あの同じく沖縄県内にある劇団「あの劇団オゼ」っていうあってあります、ねはい、あのヒップーさんが代表とその劇団で県内の、えー、と演劇人劇作家でしたり演出家でしたり、はい、俳優をこう一挙にバッて集めて50人ぐらい、はい、であの短編の演劇を、はい、このやろう。 という企画があったんですね。日付変更戦。あ、そうです。日付変更戦という舞台があったんですね。はいはい、ありがとうございます。はい、その舞台にこう出演させてもらえる機会がありまして、はい、僕あのまだその劇団。 に入って2年目っていうのもあって、はい、やっぱ知らない方もたくさんいたのでマッキーっていう名前と、うん、マッキー色の服を着てるいつもマッキー色だぞっていうことですぐ覚えてほしいなとなるほどそれであのいつもマッキー色のものを <laughs> 身につけて名前覚えてなくても黄色だけでも覚えてくださいみたいな。 いやい本当にあの髪の毛も綺麗な金髪っていうよりもなんかね綺麗な黄色っていうんですかね。ね黄色っぽい感じにはい。おおこれって、うん、あのどどんな風に染めるんですかね。あでもあのー、ほら元々真っ黒をねこ,黒、はい、こんなに綺麗な色に。 長い間髪切ってもらってるところがありましてうん、うん、いつもこの何ヶ月後にこういう役が来るので、はい、その時にそういう髪型になるように切ってくださいみたいなちょっと無茶ぶりなオーダーをして、うん、切ってもらってるあの美容室がありまして、ね、そこの担当の方にちょっとあのいい感じの黄色に金髪になるように、はい。うん やってくれないかってまた無茶ゃぶりしてこういう感じにしてもらったすごい綺麗だなと思って <laughs> はい、うん、あのー、考えてみたら、はい、例えば役作りするときに、うん、なんか真面目な役っていうかサラリーマン役とかするときって髪どうしてるの、はい、その時はその役に合わせて髪を切って色戻してあ,ってあ色戻してあ、はい、そっかそっかやっぱそこはそうですね第一っていうのはありまして、うんうん、なるほどねそうしてますね。 私ね、ケイシーさん金髪似合いそう。ああ、似合いそう。似合いそうだよね。一応これ脱色してるんですけどね。あの、一応ね、一応そういう案はね、ちょっと、まあ、ったんですよ。本当?。やってみたら。あの、ね、また黄色似合うと思う。とあまね。実際に、ね。脱色してるのこれわざと。そうそう。で、まあ、ね、ラジオでも言ってもね、そう。あ。 私としてちょっと明るめにしてるんですよ、で自分の場合は。ちょっとすぐにね、あ,<ー>あの茶色く染めても、すぐに色がちょっとね、<ー>ちょっとまあゴワゴワ,ゴワしちゃうので。と本当にもう明るめの色とかにしようかなと思ってから。からいいで、その、で、そのね、いいまあ、実はこれ前々から、あの、そういう提案はしてて。 ただ職場ね、うん、まあ仕事からあるので、あんまりド派手ないろうはっていうのちょっとあるので。でも観光業界とか、ご,まあまあ、ごめんなさい、観光業界でした。失礼ですね。<laughs> ねまあ、うん、ほら、ね。まあまあ、ね、スーツ着てとかじゃ、まあ、まあ、カルシウム屋ではあるけど、はい、ね。 レンタカー業とか。逆に覚えてくれるかもしれないですよ。お客様に。そうそう。実際にあの。謎かけ芸人もしてるんです。だから、すみませんとかって言っていただけたら。あ、そうなんだ。じゃ、一つ謎かけお願いしますとか言って盛り上がると思うんですね。まあ、それもすでにやってますけどね。あの、ほら、実際に、ほら。えっと、あの人もそうでしょう。ところジョージさんとか。 うんうん、あの小堺さんとかねうん、うん、実際にあ小堺さんもね,ねあと春風亭小朝さんとか、うん、あのどちらかというと,ちょっとおでこが広い人って髪の毛を金髪にしてちょっとぼかすようなこのそれがやっぱ似合うらしいんですよ。あなるほど<ー>そうかリスナーさんでね YouTube を見て,ないね見ていらっしゃらない方で、はい、ケイシーさんってどんな人なんだろうってわからない方はちょっと。 ね、お伝えしていただくと今でも結構これで、まあ、脱色で真っ白なんですけど、うん、あのでもそれもそれでまたねなんかこう,う脱色して白くしてるんだそうそうそう自分でいやあのいつも言ってる床屋さんで,で <laughs> あ床屋さんで、ええ、えじゃあねせっかくもうね色抜いてるから、はい、これ絶対色入れた方がいいですよ黄色にまあまあちょっと、ね、そういうのもね、ええまあ、今後。 やっていきなかなと。いいで,でも他の色よりはなんか黄色が似合いそうですよね。黄色似合い似合いそうです。ケイシーさんなんか黄色い服着てるのをなんか一度お見かけしたことがあって。ええとね。いやまあ一応まあこのお仕事するようになったから結構派手めな色はあの。 綺麗になりましたね。なんかあの赤とか、で柄が入っているのがあそうそう、そういうのもね、かっこいいですよね。で、真っ赤とかね。そうそうね、やっぱなんかこうまあステージに立つあの立つものなんで、それでまあやっぱちょっと目立つ色がいいなと思って、まあそういうことはありますね。でもやっぱりねあのねねこれね別の番組でもね運気向上委員会じゃないんですけど、運気こちらじゃないんですけど、やっぱり色ってこの 自分に、ね取り、あの、自分の中にね、この、取り入れる。と。なんか、やっぱり。やっぱ、ガラッと変わりますもんね。自分の気持ちも変わりますよね。うん,う,んうん。うん。やっぱり、こうね。やっぱ、どちらかというと、まあ。本当に、この謎かけやる前は、どちらかというと、グ、まあ、グレーとか、なんか。ちょっとね、あの、なんだろう。本当に、こう、まあ。あんまり目立たない色、の方がだったんだけど。うそうそう。でも、意外と、やっぱり。 そう赤とか着た時に「あ結構似合いますね」言われた時には「そうかな」って言いながらも早くも別の赤いシャツを用意してたりとか <laughs> あと仮流紙とかもなんか結構なんだろう個性的な柄とかなんか探してきたりとかして結構こういったのを探したりとかそういうの楽しかったりしますね。うん、大事ですよねあのー ね、最初に町は大きな舞台だっていうことで、うん、まあ一人一人のねこの生活も主人公であり町、うん、を舞台として、うん、っていうことを考えるとまあ楽しいよねっていうことなんですけど、はい、やっぱりこの仕事柄ね、はい、マッキーさんあの俳優としてやっぱり楽しいこの演じるっていうそうこの配役配役。俳 うんうんうん、そうですねやっぱこう演じるのももちろん楽しいんですけれども、うん、やっぱあのー、演劇って結構それも結構、えー、一つの例えば舞台で作品作るってなると、あのー、先ほど僕が言ったんですけど稽古に3ヶ月とか時間があって3ヶ月ぐらいちょっと家族のような感じでつながって関わり合って、うん 一つのものを作品を作っていくんですね。本当ね、えー。やっぱそ,それ経験させていただきました。そうですよね。そこが結構僕は魅力を感じていて、うんうん、その誰かと一緒にえっ、ー、と例えばし新しいまた知らない人がいたりだとか、うん、劇団だともうそれこそ家族のように、うん、この大好きな人たちとえっ、ー、と何かを作っていくっていうのが。 僕はあのすごい楽しみを感じて。なるほど、ね。はい。好きなところですね。本当にもう家族のようなものですよね。そうですよね。もう舞台が終わると、もう。 と会わなくなくっちゃうので本当に寂しさを感じるぐらい、うん、それまでがすっごいなんか素敵な時間を過ごしてたんだなっていうのを濃密な時間をねみんな集中してねし一生懸命稽古に向かって、ねはい、一つの目標に向かってみんなが進むって、ね、やっぱあの学生時代とかそういうことがあったりしたと思うんですけどうん、うん、大人になるとちょっとそういう機会も少なくなっていくので、ね、そこはなんか演劇とかあの例えば街づくりっていう意味合いではすごい 僕にはあの好きな時間というか素敵なことだなって思ってますね。うん、素敵ですね。うん、なんかあのまあごめんなさいね、はいぶ、舞台をしながらだけじゃなくて日常的になんか心がけてることとかあるんですか？うん ああそうですね俳優マッキーとして、ね、<laughs> 俳優のマッキーとしては。<laughs> てね,、うんまあ、ねこのね髪型であったり洋くで、うん、統一させて覚えてもらうということの、ね、心がけをしてますよということもありますけれどもうん、うん、はいえっとまあ心がけてるのは俳優として、まあ、俳優としてもですし、えっとまあ、自分自身のためでもあるんですけれどもうん、うん、やっぱこうなんだろう やりたいと思ったことは早めにやるようにしたりだとか会いたいって思った人には本当にすぐに連絡取って会おうとかあとやっぱり感性の人ですねそう自分がどういう感性を持ってるかっていうのをちょっとあの知りたくて例えば漫画でしたりドラマでしたり映画とかを見たりした時に自分ってどういう物語が好きなんだろうとかうん、うん、どういうことに涙流してるんだろうとか っていうことはえっ、ー、とちょっとこう考えながら、えー、その作品を見たりだとかお話ししたりだとかするようにはちょっと心がけてますね。ああ勉強になりますね。自分のことをあの客観的に分析したりするということですよね。そねはい、あそういうことやってこなかった。なんか面白いですね <laughs> そういうふうに自分のことをね見つめ直すと、うんうん、す面白い。 うん、うん、本当に自分ってあこんなことを好きだったんだなとかうん、うん、こういうところに意外と興味持ってたんだなっていうのを改めて感じるとうん、うん、よりそこに向けて目線を向けていけるのでうん、うん、あこういうことしたら自分が嬉しくなるって思うことをこうもっとやっていけるというかうん、うん、なあっていうふうにちょっと今は感じてますね。いいですね、うん、であとまたやりたいことを、はい、あのやるっていうね、うん、興味があることをすぐやったりするっていう。 これってとてとも大事なこかなか、あのー、なんだろう時を重ねていくというか年を重ねていくとちょっとあのお、ー、になってたりだとか、うん、手が出づらくなるのもあるんですけどいつかやりたいなみたいなね、うん、それをそれいつかってねもったいない先回しの後、うん、回しか、うんうん、なっちゃいますからねそ,それってとってもすっごい大事な、うん だなて私もねうん、うん、最近つくづく感じてますねはいそんなマッキーさんねあのまあ今後もねこう芝居をこうね、まあ、続けていくにあたって、はい、まあ一応、まあ、この番組はね,、まあ、ね市議会議員平田里子を前にですね、うん、まあちょっとあの時にはちょっとね直談判とかあればと思って、はい、例えばなんですけど、うん 欲しい場合はもっと身近にね見,て欲し見れる場所があってあってもいいんじゃないかなとか今でもだいぶね衝撃場も増えてきましたけども、はい、なんかねこんなところでやってみたいなとかうんか、うん、かありませんか<う>変わったところでやってみたいな <laughs> 変わったところで、はい、いいですよね。なんか そうなんですよね結構演劇って人がいればどこでもできるっていう一面があるのでそれこそ,その商店街だとか<う>公園だとかいいで,、ね、でもできたらいいですし、うん、あの新しくできた劇場ナハートっていうとっても素晴らしい,い,い場所ができたので、うん、あのそれこそ今回の「ごちゃ混ぜミュージカル」のようなあのその市民の方々がお芝居するとかって っていうふうにするとそのお知り合いの方々が見に来てくれたりだとかちょっとあの演劇を全く知らない方が知るきっかけになったりとか、うん、ってなるなーっていうふうには感じててそういう機会がなんか増えたら 面白そうだなと思ってますね。子供演劇だとか、あ、子供演劇いいと思います。その逆も楽しそうだなと思って。今も今もあるのかな。昔ね学校とか回るね旅劇旅劇団みたいになりましたよね。そうなんですよ。このありましたね。昔ね。今もやってんのかな。なんかこうやっぱお芝居を見るだけじゃなくてやっぱやることですごいなんか全然違う全然違うね。ありますよね。のでこの子供作り上げ感ね。はい、そうなんですよ。なんか見る るのではなくてて実際にこう作ってみるだとかあの例えば今回のごちゃ混ぜだと下が2歳上が7 7歳とか80歳近くいたのでそういう交流もなんかできたらすごい面白いだろうなっていう自分のおじいちゃんおばあちゃんだけじゃなくてこういう関わり合ったおじいおばあができたりだとか。 っていうのがあったらなんかもっと楽しくなりそうだなっていうふうには感じてますね。うん、これなんか地域おこしになるなと思いますよね。うん、そうですよね。うん、本当になんかそういうのができたらすごい楽しそうだなと思ってます。はい。確かに。はい、そのねあの思ってますっていうその目を見ていた先には平田佐藤子さんがいらっしゃいますので <laughs>、はい、ね私も経験させていただいたのであの実感として本当にあの素晴らしいこの ね、劇を体験して作り上げていくっていう側にね、うんうん、立つことの,そのプロセスの大事さっていうのをとても実感させていただいたので、はい、これ本当ににの街づくりにね、うん、生かしたいなと思いました、うん、この観点。うん、はい、うん、そうですよ、ねうん いろいろ教えてくださいと <laughs> こうやったらいいんじゃないかとか <laughs>、うん、そうですねもしこのね演劇作るってなった時にはあの協力できたらなと思ってますねいますはい本当ににんかそうですね町づくりこう町づくりもやっぱこの住んでる人たちと一緒に町を作っていくっていうイメージが僕の中にあるんですけどうん,、うん、なんかそれが演劇ともちょっと近い感じはしてて、うん、一つの作品を作る、うん、一つの町を作るっていう点において。 なんかそこからあの何かを作る一緒にいろんな人たちと何かを作るっていうことをこう共同体験というかでできたらいいなといいなすよね、うん、だって普段ねあの出会わない方たちと出会って、ねうんね、一緒に、ね、同じ目標を向かって作り上げていく。うんうん みんなな必死になってね <laughs> <う>こ,のこの体験はなかなかないよなと思って本当に素晴らしいんだけど、うん、じゃあ2回同じのやれるかちょっと難しいかもしれない、うん、思うぐらい大変だった <laughs>、うん、そうなんですよね、うん、だからこそそれだけ一生懸命あの取り組ませていただいたっていうかね、はい、とってもじあの自分自身に勉強になりましたね。 僕もすごい勉強になりましたねやっぱこう僕自身もあんまりこう一緒になる方が、ね、こういろんな人たちと一緒になることがなかったので,で、ね、あとねやっぱりほらケイシーさんもねもう芸人さんであれなんですけど見るのと演じるのって全然違うんだなって。うん 見,見たらね簡単そうな動きだけど、うん、自分の体を通してだったらできないっていうそうなんですよね。だから見てると頭で自分の体で動くその方っていうかね、うん、動くって全然違うんだなぁと思って難しさっていうかね <laughs>、はい、だからすごいなと思いました、ね、俳優さんって。うんいい 皆さんも素晴らしかったですねぜひぜひね皆さんねあんたがあのねもっともっとあの、まあ、沖縄って本当にねあの何でしょうねこう人口の割合の割合の、えー、そのに至ってはあの結構ねお芝居されてる方多くないかなって僕思うんですけどねあそうなんですね、うん、結構劇団も多いですもんね。 そうですねいくつかはまあもちろん劇団といったお芝居のねうん、うん、ジャンルもみんなそれぞれバラバラですしでもアクターだぞっていう方をこの名前を出せば本当に結構なねあの人数がねいらっしゃるんですよあ。沖縄ってやっぱり全国的に見ても、はい、この表現者、はい、あのケイジさんみたいなお笑いの方目指す方でもそうですし。うんうん 表現者が多いですよね、うん、それだけやっぱり個性的な方っていうかご自身を持ってらっしゃる方、まあうん、表現をするっていうのがね非常にあのそういうのが得意っていうかやりやすいっていうかまあそうですねあ,<の>あと音楽の島、ね、でもありますしね非常にそういった意味では、うん、あの素晴らしい文化が根付いてるんだなという感じしますよねは、うん、はいでですね。 えっとじゃちょっとあのまあ前半ですね。そうだいぶあのまああのお芝居の話とか本当にもうねあの盛り上がりましたので、はい、ちょっとここであのコーナーいきますよ。はいお願、はいします。ハッピー歌のコーナーでございます。はい。さあ、えー、このコーナーですねあの毎週毎週ゲストさんからハッピーになれる歌をですねリクエストしておりますがマッキーさん今日の歌なんでしょうか。はい今日はバウンディさんの怪獣の花歌という曲ですね、うん。このまたタイトルもまたユニークなんですけど、はい、またこの曲を選んだきっかけは やっぱ、あのー、明るい曲で、はい、もうそれ聴くだけで元気になるというか<ー>そうなんですよ。で、はい、特にまあ好きなのが、はい、後半にんだろうな、えっと、ライブとかだと、はいえっと、見ている人たちも一緒に歌えるような箇所っていうのがあって歌ってるバウンディさんと僕らがこう、はい、歌でつながれるような。 はい、そういうフレーズがあるんですねメロディーの、はい、もうそれがとっても好きで、えーとうん、僕はしょっちゅうカラオケで歌いますはい、はい、あの一緒にいる人たちと大人があるとるほどはいそれではですねでは改めまして曲紹介ですねマッキーさん今一度お願いいたしますはい

K.C. の今夜の風刺でございます。えー、じゃ佐藤子さん、すみませんえー、ちょっとここはこっからですね、一分ほどちょっとえー、マイクを弱くさせていただきます。よろしくお願いします。K.C.、えー、の今夜も風刺。まあ先日ですね、えー、行われましたね、参議院選挙でございますけども、えー、いろんなね、タレント議員さんもね、出ましてですね、まあそこでね、まあね、まあえー、まあ泣き笑いがあったわけでございますね。中でもですね、まあこちら大阪維新の会、えー、中条久さんですね、当選でございますよ。 二つの意味で嘘みたいだってね、うん、中条京さんの、ね、代表曲が嘘なんですよこれね <laughs>、はいえー。これはね中条京さんの歌を知ってないとねちょっとあまりピンとこなかったってことなんですけどもあとはですねそうそうこの間ねそうとんでもないニュースを見,見,見ましてねあの大阪府枚方警察のですねなんと巡査部長が、えー、このまあ えー、若い女性の、まあ、要はスカートの中を盗撮して逮捕ということでございますとんでもないことでございましたでもこの巡査部長の逮捕の言い訳がすごかったですね、えー、靴のかかとをです、ね、直してただけだとそういうことはやっていないと否定して,るっているとっていうわけでございますねまあね靴のかかとを直してるっていうことはです、ね、それはすなわちあなたはです、ね、2つの意味で地に足がついてなかったってことですね <laughs> はい ちゃんと罰を受けなさい。警視庁風刺でございました。ありがとうございました。うまいぞ、さすがですね。すい,すねいや、もう本当にね、もう毎回の間、死んでた作らんきゃと思ってから。足がついてないって、はい、本当だね、すごいな、うん。まあね、こういう人ね、まあ警察官だけ、もそうなんですけど。まあこれ、まあ事件自体、とんでもないことなんですけどもね。こういう人多すぎますよね、最近ね、うん、ど、どの世界でもね。そうなんです,か、うん、そうですよね。 あのまあまあねこういうちょっとね血に足がついてねとふわふわした方がね,、うん、うんねまあまあね佐藤岡さんね本当にもうねご立腹でございます本当にもうえいやいやでも、まあ、まあこういうこともも、まあちょっとそれをね、うん、まあガラッとちょっと笑いに変える、うん、そうまさにそのねえー、FM の破壊の善次郎さん目指して頑張りますので、ね、いや本当ね<ー>よろしくお願いします、はいはい、スタンダップ刑事そうですね、うん、いい,ですね、うん、いやいや本当はでもえー、っとねまあ いやまあさっきのねいや今回まあ改,め改めましてねあふれトークちょっとここからやらせてもらうんですけども、はいあのね、マッキーさんね先ほどねあの、まあ、まあ本当はねあのこの、えーっとまあ、首里高校の話とかいろいろ話もあったんですけども初、はい、めのこの新人の頃からいろんなお芝居やまあもちろんね もんね、やられてきたと思うんですけど、はい、なんか印象に残っっててる役ってありまもうあとは本当にとても、ね、記憶に残ってる本当にもう印象に残ってる役とか、うん、あとちょっと今思い出すとちょっと恥ずかしいような役とか。 僕が、えー、っとこの劇団に入って 2, 2年目にとっても大きい舞台があったんですね、はい、あの沖縄現代演劇協会っていうのがありまして沖縄の演劇人がこう多数集まってこう、うん、やるようなものがあったんですよ。うん、でそこで大きい舞台の中で僕新人だったんですけれども、はい、本読みっていうのがありまして。はい あの最初に台本を読むのが本読みっていう機会があるんですけれども、はい、その僕がやろうとしてる役の方が、うん、えっと稽古にその日不在だったんですね、はい、で代役的にこう読んだんですよ、うん、そしたらそれがすごい面白いって言われて<う>そのまま役になってすごいそのれたものがあって、はい、まあその役があのー まあファンタジーとあるファンタジーものなんですけど、はい、その中の侍従長っていう、えっとうん、兵隊さんの役なんですけれども、うん、このすっごい、えっと、冷静でとってもかっこいい凛々しい兵隊さんが、うんえっと、頭をぶつけてしまって、うん、途中から頭が悪いい役になっっちゃううんでですねわて感じその頭を打った後のこのおかしさが僕のこの。 だろ雰囲気とマッチしてたみたいで。 が打って大変なことになってるんだけれども、僕のキャラクターも相まってそれが面白おかしく見える、うん、からすごい良いということで、うん、その役が今でもちょっと忘れられない。なるほどね。はい、役ですね。でも素晴らしいのはマッキーはこれをピンチをチャンスに変えたってことよね。<laughs> <う>単なる大役で本読みをねまあさせられただけなんだけど、それが素晴らしいってなって、うん、もうねその方そっちのけであなたってもうほらすり替えられたわけでしょ？<laughs> そうなんですよ。 これってすごいことですよ。そうですよ、ね。ね、僕も今思うと、うん、いやありがたい機会だったなっていう。機会をそれをやっぱり自分のものにしたっていう <laughs> 末期が素晴らしい。ええー、もう本当にありがたいことですね。うん、<laughs> いやまあまあねまあ今そのいろんなねあの思いあの思い出していただいたそのねあの役の話とかうん、うん、まあ。 あのね、佐藤子さんなんかご質問ないです？あ、ご質問。うん。何で劇場に振られたから。あ、アフタートークってことで、え演劇の話もそうなんですけども、えまあ、でどうですか、もう実際のあのね、まあほら、もちゃまぜミュージカルもまあちょっと終わって、まあちょっとね一段落してますけども。本当一段落して、すっごいホッとして、私あんなにもう緊張というよりも、なんていうかあの。 自分たちは今ね政治家議員4名出たんだけどみんなそ,のそれぞれの,その配役があるんだけど私たちは議員役で出させていただいたっていうかまあ役がね来て議員役としてそれぞれ出てでその回答も質問受けるんですけどね、はい。はいうん あの市民からね、はい、その回答も自分たちで作るのに任されてたもんだから、うんはい、そうですよね。<う>うん、だからもうあの自分自身の評価に関わるわけですよ。うんうん、でそれはあのね見ていただくその市民県民だけじゃなくて、はい、そう自分自身 でももずっとそのもがいてる、うんうん、このセリフでいいんだろうかこれで伝わるんだろうかってギリギリまでずっとあったし、うん、で自分がうまくできなかったらこの劇の皆さんに本当と目をかけるっていうこともあってすっっごいプレッシャーだった、うんうん、緊張ってすごいプレッシャーでこれを乗り越えられたのが、はい、もう私はこの経験は、うん、もういろんなそのあの議会での質問とかね、うん、あの 選挙での街頭演説とか、まあはい、いろいろあるじゃないですか、はい、こういうあの大きなプレッシャーっていうのは <laughs> かつてなかったあかつてなかったっていうよりもこれ以上のものは、うん、よほどのことがない限りもないだろうなって思ってだからそういう経験をさせてもらったことがもう本当に私の宝になったなって思って。 で、先ほどねマッキーさんも言ってましたけど、はい、終わってほらさホットも大きな安堵の中にいてね、はい、よかった成功したって言って。はい、で、 そししたらやっぱ寂くなるけそれが合わなくなると毎週毎週さもうすごい特訓されてやるわけですよねみんなね毎週会ってね仕上げていくわけじゃないですか終わった途端みんな合わなくなるじゃないそれは寂しいよねってさ寂しいっていうのも卒業式みたいな感じですよねそうなんですよね。 ねえあの2回しかできなかったのはちょっと、ね、あのもったいないぐらい素敵な芝居だったので1日公演の2回だけねあれはそあ,あそこまで、ね、作ったっていうのは、うん、あの照明とかもさ、はい、あのとっても素晴らしかったじゃない。う ケイシーさんも見ていただきましたけれども私たちはほら自分たちでずっとねあの八木先生の保育園で練習してきたわけなんですけど <laughs>、はい、やっぱりそのナハートの大きい、ね、大舞台であの照明を、ね、その本格的にやっぱり入れたりとか生バンドが、ねうんはい、入ってっていうので。うん 本当に素晴らしかったから、ね、本当に1日だけではもったいない舞台でありましたよね。そう,そうなんですよね。もう本当にあの今須藤さんもおっしゃってたようにえっと一般的にはこの台本演劇の台本って作家さんがその人が書かれるんですけどうん、うん、今回はその市民みんなで作るっていう意味合いもあったのでその議員さんの方々には。うん 本当にその方々にセリフを書いていただくっていうめったにない。そうだからみんなねギリギリまで遂行してたう。うん、だからそれまでやってるのがすごいですよね。うん、でほらチン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 ってあの20秒ぐらいの間で喋らないといけないんだけど <laughs> そ、それも合わせるのも大変だし、<laughs> そう,です、ね、うん、で合うようにセリフをね、うん、あの。 言い直すとかもいろいろ勉強させていただきましたよ本当に素晴らしいですでもあれ100名ぐらいのね市民が出られてみんな私たち以外は公募っていうかね皆さん自分で出たいって言って応募されて集まられたって本当に素晴らしいなって思いますね本当に良かったあれを見てあの他の市町村の方々が自分たちも取り組みたいという声が出てるらしいですねそうですよねとっても良かったんで本当にね なんか大きなストーリーはそのままにあとはその地域地域のねアレンジで変えて使えますよね。そそううですね本当にだと思いますということで本当にありがたい機会をいただきました。マッキーさん最後にねもう近いうち近いうちにじゃなくて来週ね早速マッキーさんねシアター展の演劇あるんですよね。 そうなんですよい僕が所属してます劇団シアターテンカンパニーで本公演があります、えっと、来週の7月の29日金曜日から31日日曜日まで「勝手にノスタルジー」という、えー、作品を上演します。 これ面白そうそううなんですよあの高校時代のこの旧友が、えっと、8年ぶりに再会して、えっと、再会した場所が懐かしの場所なんですけれども、うん、そこに知らない人が一人いてでその人とこう交わりながら。 なんだろうこう勝手に本当にもう作品のタイトル通り勝手にノスタルジーをしていくっていうこの知らない人に向けて、うん、でその中でこう高校時代のこのんだろうえっとノスタルジーというかこのんだろう切なさとかいろんなものをこうんかこういうね あのシアター店のあのすごいところだなって私は思いますね。うんはい、あの場所がね、はい、ええー、境町の留保と沖縄銀行大通支店の間にあるんですよね。はい、シアター店、はい。そうなんです。アトリエシアター店っていう場所がありまして。そうで、ん、すはい。あります。七、はい、月二十九日の金曜日、土曜日、日曜日。はい。はい。ありますのでよろしくお願いします。ますでもう一つあるのでちょっとこちらはえっと。 少しだけ説明させていただくんですけれども「激、えっと、流をボリューム5という企画があります。こちらは短編演劇のフェスティバルになってて20分のお芝居を、えっと、上演していくんですけど、えっと、募集で、えー、参加団体を応募,し応募してっていうか、えー、募集して、えー、なんだろうお客さんの投票と県外のその 第一線で活躍されている演出家劇作家の方々を招いてその人たちの審査で一番面白い作品を決めるっていう。 ものをやりますのでこちら8月13日の土曜日と14日の日曜日に那覇あとナハートの小劇場でありますのでぜひぜひお越しください投票しに来てくれたら嬉しいですは,い、はいでは駆け足でですねお伝えいたしました今後もですねマッキーさんのお芝居を楽しみでございますね、はい、ではそんなマッキーさんのですね最後のこのコーナー参りましょう、はい、マッキーさんがハッピーになれる瞬間はいつでしょうかははい、えー、僕がハッピーになれる瞬間は 友達と遊んでいる時ですおー,おー <laughs> いただきました <laughs> はい これは常々言ってるんですけどやっぱ友達と遊んでるときが僕一番好きなので会いたいときには絶対会うしということで,で友達っていうのはえと高校時代中学時代だけじゃなくて今新たに友達になった人例えばごちゃまぜミュージカルで仲良くなった方やえとちっちゃい子小学生でも僕は友達と思ってるんですね一緒に遊ぶとその友達たちと一緒にいる時間が僕にとって一番ハッピーな時間ですね。素敵でですははい、はいたただきました、うん マッキりさんがハッピーになる瞬間は友達と遊んでる時でございましたはい,いはいありがとうございますいただきましたではですね、えー、制作室の KC はこれにてお役御免でございますでは、えー、あと里子さんに締めていただきますよろしくお願いいたしますはい、えー、皆様あ今夜もハッピー里で泣いてないと聞いていただきましてありがとうございました今夜のゲスト、えー 劇団シアターテンカンパニーの玉那覇正樹さん、はい、ありがとうございました。ま,したますますのご活躍、今後楽しみにしております。はい、演劇見に参ります。ぜひぜひ、はい。で、それでは、皆様も素敵な週末をお過ごしくださいませ。平里子、今日の天使は、やっぱりマッキーの黄色の髪に <laughs>、えー。キラキラさせていただきました。心が、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。